どうも、僕です。今日は皆さんにちょっとしたご報告があるので、この動画にしました。トークザフットボールリニューアルします。はい、どういう風にリニューアルするのか、変な風にしちゃうんじゃないのか、解約しちゃうんじゃないのかとかいうね、声も聞こえてきそうなんですが、ちょっと実験的にね、ちょっとやってみようと思うことがありまして、最近ですね、トークザフットボールの更新が、遅くなっちゃったり、次の日に日本になっちゃったりとかしてね、まあ、待ってくれてる人にね、辛い思いをさせてしまってますし、僕としてもね、更新できてないのでね、ちょっと心苦しかったりとかするんですよ。なんでね、これなんとかできないかな、なんとかこういいペースで更新ね、できないかなって思ったんですけど、そこでですね、いい方を思いつきました。トークザフットボールを2つに分けます。1つが、今まで通りのトークザフットボール、そしてもう1つ新しい番組を作ります。それがニュースザフットボールというわけでですね、そちらのニュースザフットボールの方は、その日その日の一番タイムリーなニュースをですね、僕が一番、これを皆さんに届けたいなっていうのを、時間内に収まる形で何本かお届けして、それに対する考えを話したりとかするっていう、そういう番組がニュースザフットボールでして、で、トークザフットボール今までのやつをどうするかって言いますと、トークザフットボールの方は、そのニュースザフットボールで、もらった質問だったり、トークザフットボールのコメントなんてもらった質問だったりとか、そういうものにですね、お答えするものと、もう一つはですね、企画、その、タイムリーなニュースをお届けしなくてもできる、そのサッカーに関する企画ですね。毎回やるベストイレブンを選んでみたみたいなやつですとか、あと、試合のね、分析ですとか、あとちょっとね、変な感じの企画で言うと、商品レビューをサッカー選手に例えてやったりとか、あと、ロケしてね、フットサルですとか、そういうですね、トークザフットボールの、普段、後半にやってる部分をですね、もう別枠で設けて、質問と一緒に答えたら、そっちはちょっとバラエティ的な感じで見れて、で、サッカーのことをよりね、詳しく知りたい人はニュースの方も見れてって感じで、で、調子いい日は2本ともアップしてって感じで、その方がですね、動画が遅れすぎないって、こう、一本の動画作るのにね、時間がかかりすぎるところが、僕ありましたんで、2個に分けて、どっちも楽しんでいただければなっていうふうに思いましたんで、ぜひとも今後とも、よろしくお願いします。というわけで、これだけだとちょっと寂しいんで、新しいね、動画オープニング作りましたんで、皆さんで見てみましょう。ニュースザフットボールの新しいオープニング、こちらです。短い。トークザフットボールの方はですね、ちょっと長めになっちゃってるんですけど、ニュースザフットボールの方はですね、この、反省を生かしまして、ギュッとね、僕のビトっていう曲の PV を使って、こんなスタイリッシュに仕上げましたんで、毎回サッカーのことをキャッキャ話してるデッパと、ね、こういう風にグラサンをかけてラップしてるデッパのギャップに、驚いていただきたいと思います。というわけで、明日からお楽しみに、レオザフットボールでした。バイバイ。コメントチャンネル登録よろしくお願いします。下のもっと見るの楽曲のところからは、僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ、